期間がやってくるということで、今日はいつもの桂木さんに来ました。寒いですね。道が綺麗になってますね。ところどころ凍結してますけど、いつものように路面チェックをします。ちょっとまだ雪は積もっていないです。ただ気温はすでに氷点下で冷えますね。無理せずゆっくりゆっくり登っていきたいと思います。なんか家を出るときは今日は登れるかなと心配にいつもなるんですが、登ってみるとこのように結構いけるもんですね。ただ風は強いですね。逆にこのぐらいの風が吹くと雪が積もらないんですね。積もる前に飛ばされるんですよね。体が温まってくると寒さは全く感じませんね。まあ、それよりもこの自然の中で汗をかくということが最高に気持ちいいんですよね。このブレーチング気をつけなければいけません。いけますね。なんとかいけそうですね。それより手が冷たいんですね。こういうところでも登りは結構いけるんですね。まあ登れたら下れるということなんで大丈夫みたいです。ここはどうでしょうか。ああ、凍ってますね。まあ、こういうところですね。信号無理なんで座って景色が最高なんですよね。この極寒の山いいですね。徐々に凍ってますね。ここはどうでしょう。行けますね。タイヤに雪が固まってきましたね。こういったグレーチング後輪をスリップさせないためにはトルクをかけない、これは基本ですね。完全に氷点下ですね。凍ってますね。
ビンディングを凍らせないように注意します。自転車はあそこに止めております。凍ってますね。気をつけなければ。ここでこけなければ下まで行けますね。ここでこけたらちょっとまずいんですけども、そうですね。おっとっと。なんとか行きそうですね。必ず来た道を引き返します。路面状況が分かるところ。こういったグレーチングですね。下りは冷たいんですね。バイクを寝かしたらダメなんですよね。基本ブレーキは前ブレーキなんですよね。ですから前ブレーキを滑らしてしまったら終わりですね。レイドですかね、レイドの手袋でも指先が痛くなるんですね。ところはゆっくりといかんと。
本的には下半を握ってなければ握力がちょっと指先が痛くなってきますよね。こういったタイトなコーナーの下りはブレーキ、ライディングフォーム、結構トレーニングになりますね。体重移動、こういったところは斜めに入るんですね、ブレーキングは。この障害物を避けるのが楽しいんですよね。後ろへ引くんですよね。指先の感覚はもうないですね。失敗したら前に飛ぶんですよね。
してきました。まあこんな感じですね。まあ私は毎年こんなことをして遊んでるんですよね。上陸できましたね。Ha ha 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 ha